ようございます、こんにちは、こんばんは。皆様とプロレスライフをエンジョイするプロレス系 YouTuber、 私が妄想プロレスチャンネルのシェイクです。どうもー、はい、ありがとうございます、ありがとうございます。今回のテーマはこちら、新日本プロレスレッスルグランドスラム 9.4 メットライフドーム大会後半戦、見どころ&振り返りスペシャル。はい、ありがとうございます、ありがとうございます。今回この動画のテーマはつい先ほど終わりました、新日本プロレス 9.4 メットライフドーム大会の後半戦、3試合目から5試合目までの全3試合の見どころ振り返り会という形にさせていただきますので、皆様最後までお付き合いくださいという形でございます。はい、じゃあ早速、第3試合目から行きましょう。第3試合、 KOPW2021 争奪戦 NoDQ I Quit Match、 矢野トール VS チェーズ・オーエンズという形でございます。はい、こちらですね、KOPW2021 今のタイトル保持者がチェーズ・オーエンズ選手と、そこに対してリマッチを求めていた矢野選手、そして矢野選手の要望が通って、NoDQ I Quit Match という形でございます。こちらマイクを使ってで、相手にアイクイット巻いたって言わせると勝ちですよというルールでございます。そのためには何を使ってもどういうことをしても構わないっていう、まあ要は反則ないよ、反則さてなしよというルールでございました。でそこに対してチェーズ・オーエンズ選手は戦前からおっしゃってました。矢野、おい矢野と、ケイオスの矢野ではなく、GBH 時代の矢野登録で来いという形の要望がありました。そこに対して、噂では、まあ僕も前哨戦の回の時にも何度か言ったことあるんですけど、ひょっとしたら矢野選手金髪期復活するんじゃないかっていう噂がありましたが、その噂が実現しました。矢野選手 GBH 時代の矢野徹大復活でございます。もう金髪で真っ金金、そしてバンガサを刺してきてね、肩書きがたくさんある矢野選手ではなく、怖い矢野トール選手が出てきましたという形ですね。金髪にするだけなのかなって僕最初ね予想で思ってたりしたんですけど、全然違いましたね。ある意味あれ別人格っすよ。言うなれば、武藤敬司選手とグレート武田が全く違う選手のように、矢野選手の GBH 時代とケイオスっていうのは、ケイオスじゃん矢野選手ってのは全然別物なんだなっていうのを感じましたね。本当に試合を通して、そしてバックステージのコメントまで全部ひっくるめて、恐怖矢野通る劇場って感じでしたね。うん。まあ、途中その、道具の使い方っていうところ、ちょっと戦いのところに振り返っていくと、矢野選手は、やっぱチーム 3D と戦ってた時見たく、なんていうのかな、いろんな道具を使っていきました。要は、道具、でっかい大きな道具を、たくさん使っていく。もうそれこそ、あの頃使ってた道具、久しぶりみたいな形で、トラッシュ缶であったり、ラダーであったり、もちろん椅子であったり、まあ最近の手錠であったり、あとトラッシュ缶の箱か、蓋を使ったりであるとか、本当に使えるものを全部使って戦っていくっていうスタイル。それに対して、チェーズ・オーエンズ選手は、なんていうのかな、小さな武器というか、まあ、これまで、使ってた武器の使い方で見せていくっていう、この二人のコントラストが非常に面白いなっていうふうに僕は、見させていただいてましたね。ただ本当にね、使い方がまたえぐかった。ラダーのぶつける角度、えぐい。本当に角にぶつけてぶっ飛ばしてましたんで、チェーズ選手を。あれはちょっとね、怖いわ。戦う相手としてももう、戦いたくないと思ったんじゃないですかね、チェーズ選手も。だから本当に、プロレス頭ってね、やっぱり最近ファンの方々も、非常に使う、まあ名言だったりすると思うんですけど、プロレス頭と一言で言ったとしても、いろんなプロレス頭の使い方、回転の仕方があるんだなっていう風に、僕は今日の戦いを見て改めて思った次第でしたね。そして、今日この試合制したのは、矢野トール選手なんですね。矢野トール選手が手錠をリング内で、チェーズ選手を手錠にかけます。そこに対して、バーバー矢野復活と、ハサミを持って、最初は、その髪を切りに行こうとしたと思うんですよ。でも、髪を切りに行こうとする矢野選手に対して、こういう状態でも唾を吐きかけたチェーズ選手の闘争心。おめえなんかに、ね、参ったなんかしてたまるかみたいなことがあったと思うんですけど、それに対して矢野選手完全に切れてましたね。もう切るじゃなく、ハサミを
ついていく。それでもうちょっと目の当たりとかもくり抜いたろかみたいな形になってて、相手に恐怖心を与えた上で、I quit, give up という形で参ったっていう風に、チェーズ・オーエンズ選手からそれを奪い取ったという形です。これバックステージもチェーズ選手、もう完全に腰抜けてましたね。もう、あいつとは戦いたくねえよみたいな雰囲気がすごい出てました。それに対して矢野選手は、その程度の気持ったまで俺に喧嘩売るのが100年早い、いや、100億光年早いみたいな、もう当時のあのセリフで行きますという形でございました。果たして、あの矢野選手はこれからもあるんでしょうか？それとも、一夜限りの復活だったんでしょうか？というところでございました。非常に見どころのある戦いだったなと改めて思いました。はい、次第4試合行きましょう。第4試合はスペシャルシングルマッチ、岡田和親 VS ジェフコブという形でございます。こちら結構珍しいですね。 7.25 ドーム大会のまんまリマッチという形でございます。しかもこれドーム大会2連発で、この同カードってのは結構珍しくないですかって僕思ってたんですけど、なんていうのかな、この試合を通して思ったのが、岡田選手ってやっぱりその、やっぱここ1年2年、ちょっとやっぱりなかなか結果が出せない、そして体調不良っていうところもあったりとかして、なかなか本調子に持っていけない時期っていうのが多かったと、長かったと思うんですよ。それに対して、ゆっくりと岡田選手は今ペースを戻していってる段階なんだなっていうところで思ってました。この前の 7.25 でも、丸め込みというか固め技とはいえ、しっかりジェフコブ選手から勝っていったし姿っていうところで、やっぱりね、あのジェフコブ選手から勝つってことは、もう、次期世界ヘビーっていうのが見えてくるのかなと思ってたんですけど、ジェフコブ選手としては、いやいや、あんなの負けたうちに入らないぜ、みたいなところで、なんていうのかな、その、東京ドーム大会が終わった後の大会でも乱入して岡田選手をね、やっつけるっていうシーンがあって、それが今回のスペシャルシングルマッチ、またリマッチのが決まったわけなんですけど、でもね、思うのが、ジェフコブ選手の存在感、と強さが、前哨戦を見るにつけ、もう誰も止められない領域、怪物、モンスターって言ってもおかしくないぐらいの強さっていうのをすごい日増しに感じてますね。特に前哨戦、大川選手と組んで前哨戦とか、最後の、4連戦、後楽園ホール4連戦とかも完全勝利でしたからね。もうそれに至るまでも、オーカーン選手とジェフコブ選手のこのコンビってなかなかやっぱ良くて、オーカーン選手のやっぱ動きがいいっていうのは当然あると思うんですけど、ジェフコブ選手に任しとけば大丈夫みたいな雰囲気がすごいあって、その勢いの差っていうのが今日、試合にもろに現れてたなっていう風に、思っちゃいましたね。戦前岡田選手としては、もうレインメーカーでお前を倒してやるみたいな発言があって、だからもう完全にスリーカウントレインメーカーぶち込んで、もう KO と言ってもいいぐらいの勝ち方をしてやるぜっていうのを岡田選手は意気込んでましたと。実際そこの意気込んでた通り、相手にダメージをいかにして負わしていくかっていう戦いを岡田選手は今日すごい心がけてたなと思ったのが、試合中盤ぐらいに決めた DDT4 連発 ?5 連発があったと思うんですけど、トーキックで相手を前かがみにしての DDT って岡田選手の得意ムーブがあると思うんですけど、あれをもう、ほんと必要なまでに4発目まで数えてたんですけど、そのぐらいぶちかましてましたね。あれって本当に、ジェフコブ選手のあの体重で、自分自身の体重がもうそのまま、自分自身に負荷になってくるんで、あれってすごく、理にかなった攻撃だなと思いつつ、ジェフコブ選手としては非常に嫌な攻撃、っていうところがあって、だから岡田選手としては本当にね、レインメーカーっていうところをゴールにした勝ちに行く戦略っていうのを考えてたんだなっていうのをあそこで僕は、思った次第なんですけど、途中ツームストンドライバーだったり、旋回式のツームストンドライバー決めていくところまでは、岡田選手すごい良かったと思ってます。がですね、途中、それでも、その旋回式ツームストーン決めても、まだレインメーカーは食らわせられるだけのダメージを与えれてないと岡田選手は踏んだんでしょうね。雪崩式のツームストーンパイルドライバーを狙いに行こうとした瞬間が終盤あったんですよ。でも、あそこで、ちょっと正直勝負の分かれ目僕はあったなと思ってて、
ジェフコム選手の体がやっぱ重いんだよね。それやっぱり岡田選手が支えきれなくて、ジェフコム選手の体がその場外に流れてしまう瞬間があったんですよ。要は崩れて。あれって、ジェフコブ選手じゃなければそのままエプロンにドカッてぶつかって場外にゴリンゴリンって形で大体の選手だったらダメージをそれで食らってしまうみたいなことがあるんじゃないかなって思うんですけど、ジェフコブ選手のすごいのはそのフィジカルと瞬発力で、あの流れていったところをパッとエプロンに着地したんですよ。あの体格で機敏に。これぜひね、ワールドご契約されてる方はそこの瞬間見てほしいですよ。あの体格でそんなことできちゃうんだ、そんな臨機応変な対応できちゃうんだっていう風に僕はコブ選手見て思いましたね。 そこからのなだれ式ツアーオブジアイランド、この秘技を炸裂させて、ここから、畳み込んで、成長ツアーオブジアイランドを決めて勝ちましたと。そうなんです。今日勝ったのはジェフコブ選手が岡田選手にツアーオブジアイランドを決めて見事スリーカウント、意外だと思われるかもしれませんが、ジェフコブ選手が岡田選手にシングルマッチで勝つのはこれが初勝利という形でございます。ここでジェフコブ選手が勝って、あの岡田選手に勝ってきたということは、ひょっとすると次期 IWGP 世界ヘビー挑戦者ジェフコブ選手大いにあり得るんじゃないかなっていうふうに僕は思った次第です。ただ心配なのは岡田選手、ここで浮上のきっかけにしようと思ったところを思いっきりくじかれる。これちょっと岡田選手今年受難が続きますね。ちょっと次のシリーズの G1 クライマックスで岡田和親復活劇っていうのを僕は見たいなっていうふうに思ってるんですけど、いかがでしょうかというところですね。はい、で本日のメインイベント次の試合いきましょう。第5試合、 IWGP US ヘビー級選手権試合、棚橋宏 VS 井伏浩太っていう形でございます。はい、ここはもうね、もうこの2人に、本当にお帰りなさいって心から言いたいです。まず井伏浩太選手、いろいろ誤嚥性肺炎からの欠場、そしていろいろ大変な中、自分自身の弱い心に打ち勝って今日という日を迎えてきたこと、井伏浩太選手お帰りなさい。そして棚橋さん、ロス大会で IWGP US ヘビー、日本人初の IWGP US ヘビー体感、そしてそこから無事に日本に帰ってきた棚橋宏さん、お帰りなさいという形でございます。はい、本当に2つのお帰りなさいっていうところがあって、本当にこれは、遺恨なき必然性のある戦いっていうのはこういうことなんだなと。今回は棚橋さんの指名という形でリーブスさんがこの舞台に上がってきたわけなんですけれども、やっぱりリング上、最初入場から入ってきた時、2人が迎え合った時にリーブスさんすでに泣いてましたね。まずそしてその泣くリーブスさんを 見る優しい棚橋さんの目、まずこのシーンで僕は一回ちゃんと泣きました。思いましたね。井伏さんよくここまで来たなと。本当に新日本プロレスワールドの YouTube とかで配信されてるんですけど、有料版でも配信してるのかな。井伏さんのこれまでの復活のストーリー、この8月のね、戦ってきた井伏さんのストーリーっていうのを確か3本かな。それで配信してたりするんですけど、それを見て、井伏さんと本当に戦ってきたんだなっていうのを僕は、思いました。で、そこを温かい眼差しで受け止める棚橋さん、本当にイブスさんには棚橋宏っていうのが必要だし、棚橋さんにはイブスさんっていう存在がね、やっぱりもう後継者っていうのも含めて必要なんだなっていうのを今日のね、その眼差しから見て思った次第でございました。本当にね、イブスさんの今日のその姿を見て、イブスさんは僕たちが思ってるよりもイブスさんって悩んでたと思いましたね。で、ゴングが鳴ってからもう戦うぜっていう形の二人の戦い、それをきっちり見せてもらって、今回、イブスさんって実はすごく大記録がかかってたんですよね、この試合に。新日本プロレスのシングルのタイトルっていうんですかね、それを全部のベルトを巻くチャンスが来てますよというところ。そこに対して、ジュニアのベルトも含めてね、そこに対して、大記録がかかってる一戦っていう風に目線も実はあったんですが、もう本人も、そして棚橋さんも、そして僕たちファンも、
そういった記録とかも抜きにした目で見てましたね、ずっとね。もうこの二人の戦いをずっと見ていたいと。この二人の戦いを見てたら本当にね、なんか安心感というかね、戦いのある中で、やっぱ本当にね、これが新日本プロレスだっていう戦いっていうのを僕はね、見せてくれたなって思っております。で、まあ、今日この試合、ね、この試合勝ったのは、棚橋さんがハイフライフローを決めて、イブスさんから3カウントという形でございます。そして、試合後の2人のやりとりを見ても、まあ、マイクには拾えてなかったんですけど、マイクのないところで2人語ってましたよね。そのシーンを見て、まあ、2人とも泣いてたかな。まあ、それを見た僕も泣いてました。んで、まあ、当然、他のファンの皆さんも泣いてたと思うんですけども、本当にね、何回泣かすんじゃいと。この後、バックステージのコメントでも泣かし、まずマイクでも泣かして、バックステージでも泣かしてますからね。本人も泣いてるし、っていうね。本当にね、もう、本当に、いい意味でお腹いっぱい。本当にね、よかった。これこそが、ハッピーエンドっていうのがあると思うんですよ。まあ、今日このね、9.4 メットライフドーム大会でいけば、まあ、第2試合のね、翔選手の闇落ち、バレットクラブ入りっていうね、ちょっとバッドニュースはあったものの、やっぱり大会を通して、はぁ、よかったって思える。そして、これからが楽しみだなっていう戦い。まあ、本当の意味で、ドームのメインとか、ドームのカードってこういうことだと思うんですよ。それを、棚橋さんを見せてくれたなっていうね、僕は改めてトータルと思いました。まあ、今回ツイッターにもですね、いろいろと掲載させていただいたんですけど、やっぱ棚橋さんは、まずベルト姿がよく似合うし、ドームのメインの姿が本当に似合うなと。で、もっと言えば、あそこには書かなかったですけど、ドームのメインを務め切ったドームのメインの勝者の姿がよく似合うのが棚橋さんだと僕は改めてね、今日の戦いを見て思った次第でございます。本当、棚橋さんは今日よりも明日がほんのちょっとでもね、良くなる日を夢見て頑張っていきましょうっていうエールをね、僕たちに送りつつ自分自身に語りつつ言ってた部分があると思います。本当にその言葉に励まされる、本当、励ましていただける一日だったなと。そしてその言葉をね、思い出しながら僕はこれからも、頑張っていきたいなと、思った次第です。本当にそこも含めて、棚橋さんありがとうございましたと言える、試合だったら、戦いだったら、一日だったなって僕は思いました。はい、というわけで、本日 9.4 メットライフドーム大会の後半戦の見どころ振り返り会という形になりました。ぜひ皆様のご意見ご感想を聞かせてください。皆様のお気持ちはいかがだったでしょうか。ぜひ皆様のご意見をこの YouTube のコメント欄、Twitter のコメント欄、DM 欄までどしどしとお寄せください。そしてこの動画で扱ってほしいテーマっていうのも随時募集させていただいております。この団体のこの選手について、この団体のこの出来事についてみたいな形でどしっとぶつけていただければ、ちょっとお時間をいただくかもですけども、形にして皆様にお届けしたいと思っておりますので、これからもこの動画のリクエスト、皆様よろしくお願いいたします。そして、忘れちゃいけない高評価ボタンとチャンネル登録ボタン、こちらもポチポチと押していただいて、これからもこの妄想プロレスチャンネルのシェイクの動画を楽しみにしていただければと思っております。というわけで、最後までお付き合いいただいた皆様、どうもありがとうございました。お届けしましたのは、妄想プロレスチャンネルのシェイクでした。またね、バイバイ。